さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。本日の主審はドメニコ・パラリッコさんです。センターフォワード、メッシー。中に誰か来てますよ。この上がりいいですよ。一旦預けます。ここで奪い合う。シュート、ゴール。バルセロナ先制ゴールを決め1点をもぎ取っています。でも得点した後っていうのはね、意外と隙ができますからね。ちょっとしたことでまた動きますよ。はい、続けて注目してまいります。しかし先ほどのゴール、素晴らしい速攻でしたね。はい、あっという間でしたからね。なんとかクリア。バルセロナ、ここまでは圧倒的にボールを支配しています。あと少しのところまで攻め込んだんですけれどもね。取っていく。ボールはタッチラインを割ります。バルセロナスローインです。下げて、ここで PK を奪われました。やっちゃいましたね。あー、これはバルセロナ大チャンスだったんですが、この PK を失敗しています。そうですね、惜しいチャンスでしたよね。安定した攻めを見せています。中にスッと入ってきますね。いいプレッシャーだ。バルセロナまだ攻めが続きます。前半の15分が過ぎました。横へ動きます。チェックパスです。ゴール。アルゼンチン2点差となりましたが、いかがでしょう。そうですね、巻き返すということよりも1点でも返しておいたらいいということでしょうね。そうですね、早くも攻守が変わっています。アルゼンチン中に誰か来てますよ。キーパーと1対1。さあいけるか。しかしこれは笛です。チェックに行く。ここで受けた。中には2人いる。ジェラール・ピケ、マット足で行きました。これはファールになります。カードです。ストーンプレーでしたね。あと一歩回り込んで欲しかったです。そうですね。アビダル、いい動きを見せてますよ。直接行った。おっと入った。さあアルゼンチン3点差をつけられました。チェック、奪います。左に振ってきた。戻す、逃げます。バルセロナ現在3点差をつけています。この辺から少しずつ中盤の勝負で押されてきているように見えるんですが、少し対応を遅れ出してますね。右にはたいた。サイドよく動きますね。チェック、チェック、カードを取られます。
北澤さん、バルセロナ得点の動きなんですが、どのように映りますか。いや、いいと思います。さらに勢いづいてきましたよね。なるほど。折り返しか、声運んでいきます。今前半の40分です。左へ出した。2人いますよ。ここで激しい、惜しいところまで行ったんですけどね。メッシー、ビジャー、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一方及びません。バルセロナ、ここは及びませんでした。右に出して小さく回します。ロスタイムは3分ほどあります。さあ前にいるぞ。一人で持っていく、いきますよ、まだ行きますよ。決まった。さあバルセロナ4点差をつけています。アルゼンチンとしてはちょっともう厳しいですかね。ここで前半終了のホイッスルです。後半スタートです。エンドが変わって右にアルゼンチン、左にバルセロナ。チェック、さあセレステイ・ブランコ、アルゼンチンが動きます。いいマークでしょ。右に送って、中に誰か来てますよ。これをブロックした、ピンチを逃れました。待っている、いい攻めを見せたんですが、ちょっとうまくいきませんでした。左へ出した、中にスッと入ってきますね。ダイレクトに行った、入った、右足。アルゼンチン、ちょっとなすすべないようですね。うん、そんな感じになりましたよね。さあバルセロナ、ボールを奪った、いい上がり方をしますね。なんとこれは微妙なところ、しかしこれはペナルティーエリアの外という判定。サネッティ、ここで主審に呼ばれています。これはでも面白い位置ですよね。十分狙えるところ、ここは入れたかった。直接狙ってきましたよ。そうですね、いいキックでしたよ。わずかの力加減なんですけどね、あとはコースだけでしたね。どうする、縦に送ります。チェック、アプローチ合わせて、チェック、バルセロナ、しかしよくボールも回せていますね。やはりそのあたりがですね、今日の得点に結びついていると思いますよ。そういった基本的なところをしっかり意識してプレーしてますよね。左へ回して、さあ右サイド、チェック、ここはディフェンスされました。アルゼンチン、ここからの攻撃になります。攻めてますね。いい力の展開ですね。後ろからのマーク、いい判断見せましたね。
でしょうね。逃げます。いいでしょう。右からスッと入ってきますよ。オフサイドです。チェック、走りを演出、細かいボールの奪い合い。右サイドからのコーナーです。さあアルゼンチン、サポーターの目の前で得点できるか。本当ですね。ここで1点入れてほしいですよね。際どいコース、もう一度つなげて、いくか。チェックに行きます。ここはアペラへ。今のところ1本シュートを打っています。時間は後半30分を経過しました。中に誰か来てますよ。厳しいディフェンス。この試合完全に相手に流れを与えてしまいました。追いかける、チェックが入りました。2人いい動きを見せてますよ。危ないところでした。中央からいった、ダイレクトにいった。これはコーナーキックです。メッシ、ここでピッチを離れます。いや、かなりゴール決めてますからね。サポーターも彼には大満足でしょう。誰に行きますかね。右から誰か入る。合わせた、弾いた、かろうじてクリアしました。右へ出す。ストライカービジャー、下がったボールはセスク。ヘッド、ちょっとこの点差は予想していなかったでしょう。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。ええ、素晴らしかったですね。渡ります。そのままシュート、ゴール。いやー、やりました。アルゼンチン、この試合完全に相手に流れを与えてしまいました。いいですね。チェック。そこからイニエスタ。前へボールが出て。中に誰か来てますよ。ここで奪い合う。ここはよく守りました。